ちいかわ。一手目とは、まあそうですね、人生の鏡ですね。一手目にどれだけこだわってくれげしてきたか。やっぱ一手目にこだわることが散財するかしないか決めると思うんですよね。初手は以下のことを意識してみましょう。友人次第だけど試す価値あります。ナイスですね。さっきの技はアームを寄せすぎるとうまくいかないことが多いよ。ナイスですね。はぁ、どうした？右手足決めていく。めちゃくちゃ決めて。刺さったか。はにゃ、肘を使って回してみます。両アームでリカバリーしてあげましょう。隙間あるな、隙間あるな。刺せ刺せ刺せ、7番刺せ、7番刺せ。トーンアップ。この景品めちゃくちゃ沼りました。6のせできないときこそ。押して弾いてくるん。もう一回いきましょう。押して弾いてくるん。トーンアップ。ああ、くれげして。このアキくんめっちゃ軽かった。突き回ししたいがために平行移動するのあるよね。もう行っちゃおう。クレーンゲーマーのあらりゅうよ。話が決まるとこうして一応回り確認。ウルトラマンチャンス。重心腰の強さが命なのです。半時計回りのねじれを使うのがポイント。
これじゃちょっとつけなさそうなので、この角より奥にしっかり入れてちゃぶ台してあげないといけません。いけも微調整がめちゃくちゃ重要。ちいかわ、やりて。しっかり修正していく。おかえり。ただいま。落ちる。落ちる。狙ってくよ。せっかくうまいプレイ決まったんだから、そこは取れてよ。シールドが低いので手前を持ってどんどん痩せていきましょう。そういえばさ、鬼滅のアニメのさ、イグロさんとさ、カンロジのさ、おすすめのシーンめちゃくちゃキュンキュンしなかった？めちゃめちゃキュンキュンしたよね、あれ。ちょっとね、靴下あげるツンデレなイグロさん好き。後編もお楽しみに。